皆さんこんにちは。僕はですね、フィリピンの首都マニラ、ニノイアキの国際空港に来ております。今シンガポール航空を使いまして、シンガポールチャンギ国際空港からこのフィリピンに到着で、このままねフィリピンに入国するのではなくて、今回はこのまま ANA を使いまして東京成田空港まで向かいます。でこのフィリピンのマニラでの空港、乗り継ぎがめちゃくちゃ難しいっていうかね、難易度が高いってことで有名なんですよね。っていうのもフィリピンのこの空港、ターミナルがいくつかに分かれてるんですけども、すべてのターミナルっていうのがね、そのターミナルの接続バスとかっていうのが、あるんですけども、一回入国しないといけないっていうね、もうとても謎仕様になってるんですよね。なので結構この空港で乗り継ぎするって方は嫌う人が多いと思うんですけども、今回はシンガポール航空から ANA ということで、スターアライアンス同士での乗り継ぎで、どちらもねこのマニラニノイアキの空港では第3ターミナルを使っているので、かなりスムーズに乗り継ぎすることができます。この空港で乗り継ぎの時はね、必ずそのターミナルの確認っていうのをね絶対にしておいてください。もしね第3ターミナルから第2ターミナルとかになってくると、普通に1回フィリピンに入国しないといけないんですよね。でそのフィリピンの入国もなんかトランジットだったら入国させてくれない、入国拒否みたいなことがあったりもするみたいで、もうかなりレベル高いですこの空港。簡単に入国できるんですけども、日本人は特に何もいらないんだけども、結構めんどくさいので、その辺はね本当に確認しておいた方がいいです。今回はこのトランスファーの方に進めば OK、 第3ターミナルから第3ターミナルの飛行機に乗り継ぐだけです。こんな感じで乗り継ぎ案内所というのがあるんですけども、人は誰もいません。で今回ですね、シンガポール航空から ANA ということで、スターアライアンス同士の乗り継ぎです。シンガポールのチャンギ国際空港の時点で、このマニラから東京までの航空券というのをもらっています。もしねそこで航空券もらってなかったら、チェックインカウンターに行かないといけない、イコールね一回入国しないといけないんですよね。その大きな空港とかだったら、その乗り継ぎカウンターというのが割としっかりしていて、その ANA のカウンターとか各航空会社のカウンターがね制限エリア内に用意されたりするんですけども、おそらくねこの空港そういったのもないんじゃないかな、なんかそんな気がする。本当にこの空港は結構乗り継ぎっていうのはあまりうまく考慮されていないので、ご注意ください。はい、なのでフィリピンで乗り継ぎの際はね、必ずマニラでどういうふうに動けばいいのかっていうのは、最初にね第一出発する国で確認しておく必要っていうのがあると思います。で今回のフライトがここに出ているのかな、今はちょっと17時台とかになっているので表示が出てないですけども、朝の9時台だったと思いますの ANA の820便で東京成田空港に向かいます。まだだいぶ時間あります。あと4時間半とかねあるんで、かなり待ち時間としては長いですね。とりあえずあんな感じでベンチとかってのもあったりするので、空いたところで待っておくっていうのもいいと思うんですけども、今回ねANA のビジネスクラスで買えるんで、ラウンジとかもね使えると思うんですけども、オープンしていないのかな、ちょっとそういったところも確認したいですね。その後ねどうなったかって話なんですけども、待ってるとこのフィリピンの空港の職員の方っていうのが僕のところまでやってきてくれまして、パスポートとこのマニラから成田までの航空券回収していきました。でどっか行ったんですけども、それで OK です。で今回のフライトが9時30分とかなんですけども、それの3時間前ですね、6時半ぐらいになったら、そこのセキュリティ超えれるようになるみたいなんで、それまではこの区画で待機ってことで、ちょっとこれはね想定外でした。もう同じターミナルなんですぐねチェックセキュリティ超えてラウンジにでも行けるかなって個人的に思ってたんですけども、どうやらそう簡単にはいかないみたいですね。しばらくはここで待機します。というわけでその後ですね、7時まで結局何もないところで待たされてまして、でスタッフの方が来てねここまでアテンドしてもらいました。あそこね水っていうか自動販売機すらなくて、売店ももちろんないのでトイレしかないんですよね。ちょっと過酷なんで、もし乗り継ぎ長時間待ちされる場合は、飛行機の機内でペットボトルの水もらうなりねしといた方がいいと思います。やっぱりマニラ乗り継ぎは本当に大変です。ということでこちらが制限エリア内なんですけども、下が3階で1つ上の階が4階になります。でラウンジがね今回使えるということで4階まで上がってきてるんですけども、もう完全に朝になってますね。はい、到着した時はまだ真っ暗だったんですけども、ではちょっとこのままラウンジに進みます。でこの空港で ANA で指定されるラウンジがこのパグスラウンジでいいのかな、 PAGSS ラウンジになります。シンガポール航空のシルバークリスラウンジもあるんですけども、一応指定ラウンジはこっちみたいで、インビテーションカードもらってます。ANA のねこの看板も出てるんで、素直にこっち入りましょうか。カタール航空とキャセイ、ワンワールドに挟まれてますけどもね、ラウンジ内は普通にミールとかもあるんですけども、もうねお腹も全く減ってないので今回何も食べません。飲み物だけ飲んでね待機しておこうと思います。そんなに広くないラウンジですね。ただふかふかのソファーみたいなシートもあるんで助かります。8時30分になりました。8時50分から搭乗開始ということで、そろそろゲートに向かいます。マクドナルドとかもあって割と広々していて快適そうな空港ですね。乗り継ぎは大変ですけども、この空港から普通に出国するとかだったら全然良さそうです。
では今回111番ゲートということで、あちら出てますけども、そちらの方向に進んでいきます。よし、では日本に向かいましょう。というわけで111番ゲートのとこまでやってきたんですけども、中に入る前にビジットジャパンというか搭乗券の確認があるみたいですね。それを提示して、もうさらに奥の待合室に入るって感じで、このガラスの向こうですね。ここで結構並ばされます。まあまあ仕方ないね。787-10、かなり大きな飛行機ですから、今日ね、もうほぼ満席なんですよ。ビジネスもエコノミーも、多分プレイコもね、ほぼ満席だと思うので、すごい需要です。で見てるとね、フィリピンの方が多そうなんで、まあいわゆるその成田空港で北米方面の乗り継ぎ需要ですね、それもかなり大きいと思います。というわけで本日の飛行機がこちらです。ボーイング787-10です。 JA901A になります。でこの飛行機 787-10ANA、 今現在3機しか持っていません、まあ、3機しかないということでね、かなり乗るのが難しく、このマニラ線と上海線、あとバンコク線で乗ることができます。で以前ね、国内線にもこの国際線機材が一部入ってたってことがあって、関西空港から羽田空港で 787-10ANA のやつ乗ってます。まあ、概要欄に動画貼っとくんで、もしよかったら見てください。でさっきラウンジでね、あの横の姿撮れたんですけども、今ちょっと画像貼っておきますが、こう見るとね、かなり機体の長さ長いなってなりますよね。ほんとトリプルセブンみたいな感じです。今回はこちらの 787-10 で成田空港に向かいます。というわけで、まもなく搭乗開始だと思います。 ANA の NH820便、東京成田空港行きです。成田空港まではだいたい4時間かからないぐらいですかね、まあ、3時間ちょいとかの所要時間です。というわけで搭乗開始です。もうね、9時過ぎてるんで、なんか若干遅れそうな気もするんですけども、大丈夫かな。もうものすごい量のお客さんがいらっしゃいます。 JA901A 成田空港までよろしくお願いします。機内入りました。ビジネスクラス、スタッカード配列1プラス2プラス1の座席配置で10列あります。合計38席、1列目だけはね、真ん中の席はありません。というわけで今回なんですけども、10列目の C 席、一番後ろのシートを取りました。C 席ということで、窓側なんだけども通路側になります。 A 席と K 席が本当の窓側ですね、まあ、こんな感じのスタッカードシート。 787-10 はシートの配色がね、若干変わります。 -9 と8と比べて。座席の上にはブランケット、腰当て、スリッパが用意されています。まあ、あとは、まあ、こんな感じですね。いつも通りですね。 USB ポートとマルチタイプのコンセント、安全のしおりが入ってます。こんな感じでコントローラーもここについてます。コンテンツに関してはね、最新式のやつを積んでます。成田行き、映画の種類もかなりありますね。スカイマップを開くとこんな感じです。まあ、台湾とか香港よりは遠いですね。まあ、短距離線なんでアメニティの配布とかはなかったです。おはようございます。スターラインフレンダー ANA 森さんです。820便をご利用いただきありがとうございます。この飛行機は ANA とフィリピン航空との行動商品でございます。機長は阿部、チーフパーサーは横でございます。ご用意ありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。New passengers, welcome aboard ANA, a member of Starlines Flight 820 for Narita.Welcome on board. 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。Please pay attention to the following safety instructions. 荷物は重ねないように座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。荷物が滑り出る恐れがあります。Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front, and do not stack items on top of each other, as they may fall out. 通路や地上付近には荷物を置かないでください。
Nothing should block the aisle or exits. 離陸着陸の際は、座席とテーブルを元の位置にお戻しください。Return your seat and table to the original position for takeoff and landing. シートね、今僕10列目に座ってるんですけども、隣はね10列目の E 席なんですよね。 E とこの窓側の A 席 C 席若干ね横の列がずれてるんで、隣の人のね視線が入ったりするってこともありません。そういった工夫もされていて本当に素晴らしいシートですね。ANA は最新式のザ・ルームっていうシートを搭載してますけども、スタッカートでもね十分いいですよ。今は結構気流の乱れのところを上空しているということで少し揺れています。かなり眠たいので寝たいんですけども、機内食もありますからね。本日ビジネスクラスも満席です。結構揺れてるんですけども、一応ねリクライニングとか倒して OK になりました。電動です。もちろんフルフラットにすることができます。こんな感じで倒れます。正確ですからフルフラットの状態にします、ね、機内食の提供が始まりました。テーブルはね引き出す感じですね。よし、こんな感じのテーブルです。おしぼり、まずはドリンクからです。左が香るカボスですね。 ANA のオリジナルドリンク、国際線だけで飲めます。あとは冷たいお茶もらいました。で、これがあられミックスになります。いただきます。機内食が運ばれてきました。今回なんですけども、和食か洋食選択できます。今メニュー画像で出してますが、今回僕はね和食を選択します。機内食が提供されました。今回ね一番後ろの席ということで、やはり一番最後に提供されるんで、早めにね機内食食べたいとかっていう方はもう前方の席を指定することをお勧めします。もう今あれですからね、石垣島とかその辺りまで来てるんで、あと羽田空港まで、羽田じゃないわ成田まで2時間7分ってなってます。あっという間ですわ。
沖縄飲食食べてちょっとのんびりしてるとねついてしまいます。ワンプレートでの提供です。今回は和食を選択しました。ではちょっと開けてみましょう。機内食こんな感じです。デザートはねハーゲンダッツが提供されました。もうお味噌汁があるのがねザ日系って感じがして嬉しいです。こちらがメインになるんですけども、サーモンの照り焼きですね。照り焼きソースたっぷり、ご飯とかなり合いそうです。でこちらが前菜になりますけども、卵焼きだったりサバのごま揚げ、ほうれん草のおひたし、エビの佃煮とエビフライで、こちらの小鉢が鶏肉です。おしゃれですね。いや、やっぱ和食って美しいですね。もう見た目から楽しめるのが和食のねいいところだと思います。しかも ANA 日系エアラインですから、ワンプレートでの提供ですけども、もうこんだけね食べれれば十分です。で飲み物はお茶いただきました。他にもねアルコールとかもめちゃくちゃ種類あるんですけども、ドリンクのメニューに関しては概要欄に URL 貼っておきますから、そちらで確認していただければと思います。まあ、時間はね、まあ、あと2時間とかですけども、まあ、ゆっくり食べる時間はあるんで、ゆっくりと和食いただきます。安定の食後のホットコーヒーいただきました。ハーゲンダッツもね割と最初の方に渡されたんでちょっと溶けてるんですけども、まあ、ちょうどいいと思います。最初の状態だとねかなりカチコチなんで、ハーゲンダッツと一緒にホットコーヒーいただきます。機内食も食べ終えてまったりタイムに突入しています。本日ビジネスクラス満席なんですけども、日本人はね多分2割とかだと思います。ほとんどが海外の方です。787ダッシュ10は10列ねあるので、かなり先が遠く見えます。ダッシュ9やダッシュ8とねもうシートのカラーが全然違うので、本当に新鮮さっていうのがありますよね。まあ、気づいた点を言うならばですね、このビジネスクラスのシートはね収納スペースがあんまないですね。まあ、ここにマガジンラックがある程度で、本来ね大体ビジネスクラスとかってこの辺になんかカチャって開けたりするようなスペースがあると思うんですけども、そういったのは特にありません。まあ、ただねサイドテーブルがやっぱかなり大きいので、これはねこの ANA のスタッカードシートのメリットだと思います。これねここにサングラスかけてるんですけども、忘れないようにしないといけないですね。今から仮眠取ろうと思ってるんですけども、その前にトイレにやってきました。こちらビジネスクラス専用のトイレになってます。まあ、こんな感じで赤ちゃんを乗せるベビーシートがあり、まあ、普通に便器があります。で、まあ、日系のエアラインということで、トイレの中にはね機内なんですけども、ウォシュレットをねしっかりと装備しています。これはね日系ならではですよ。で配られるアメニティはなかったんですけども、トイレの中にはねアメニティしっかりと用意されてますね。歯ブラシとマウスウォッシュ、フェイス&ボディシートがあります。まあ、今回みたいな短距離線だったら長距離線でもらえるアメニティキットとかはないですし、あと東南アジア路線の中距離線とかになってくると、深夜便とかだったらなんかアメニティをまとめた袋みたいなくれたりするんだけども、まあ、中高便だったらそういうのは基本的にないと思った方がいいと思います。まあ、でもトイレに来ればあるんで、まあ、あればね助かりますね。はい、以上ビジネスクラスのトイレでした。仮眠を取るために横になってるんですけども、ご覧のようにね窓側だけども通路側みたいな、今回のような C 席使うとこの横のね肘置きがこれ以上上がらないので、通路に人が通るとちょっと気になります。なのでサイドテーブルが通路側にある A 席とか K 席をねおすすめしたいんですよね。この横のね肘置きが上に上がってくれたらもう言うことなしなんですけども、もうそればかりは仕方ありません。ということで1時間ぐらいね寝ようと思います。まあ、寝心地はね十分いいですよ、フルフラットなんで。おはようございます。あと20分で成田空港に到着なんですけども、もう今ねシートベルトサインが点灯して成田空港に向けて着陸態勢に入りました。まもなく着陸です。なんかもう夕焼けみたいになってますけども、まだ時間はね全然昼間ですからね、2時とかです。
いや、まあ短い睡眠でしたけども快適に寝れました。まもなく着陸します。いや、1週間ぶりぐらいかなに日本帰ってきたんですけども、なんかちょっと懐かしい感じもしますね。今日の東京周辺千葉県は天気は晴れです。ただ温度はねだいぶ低いと思うので寒さだけが心配です。着陸します。成田空港のスポットに到着しました。隣に止まっているのは777になります。順番に降機します。成田空港いつもあるあるなんですけども、まあ、本日は先に日本に入国せずに乗り継がれる方が降機できます。で、日本に入国する人はその後に降りるということで、しばらく機内で待機なんですよね。いつまでやるのかこのシステムわかんないですけども、これやってんの多分成田ぐらいなんじゃないですか。関空羽田は確かなかったと。羽田もあるか。はい、でもいつもなんか成田が長いような気がします。というわけで20分ぐらい機内で待ってましたね。もう14時47分です。ようやく降機できました。まあ、あとはもうビジットジャパン登録してるんで画面見せて進んでいくだけです。まあ、ここから先はちょっとウォーキングみたいになるんですけどもね。パッと日本入国します。寒いね、やっぱ日本は。日本に入国しました。税関とかもね普通に空いててよかったですね。飛行距離って15分もかかっていません。はい、というわけで今回なんですけども ANA 使ってマニラから成田空港まで飛びましたけども、787ダッシュ10久しぶりに乗れて本当に良かったですね。もう本当に乗る機会が少ないのでこの機材に関しては、先ほども言いましたけども上海線、マニラ線、バンコク線で乗ることができます。で、この飛行機に関しては成田がベースなんで、羽田空港からの国際線は基本的に入んないんですよね。成田空港からの国際線に入るので、787のダッシュで乗ってみたいって方はね、ぜひ今の3つの路線で乗ってみてください。まあ、他にもね、シンガポール航空とかも787ダッシュ10とか持ってますし、ユナイテッド航空とかもね普通に持ってたりするので、まあ、ANA にこだわらなければね、他の航空会社で787のダッシュ10に乗るってことはできます。まあ、ビジネスクラスも非常に快適でしたし、久しぶりの ANA の国際線、今年初めてかな乗りましたけども、かなり良かったですね。はい、というわけで実はこの後ですね、僕はハワイに行きます。利用するのは成田空港から ANA のフライングホヌエアバス A380 ですね。これを使って今からハワイに行くということで、またその動画は別で撮ろうと思います。はい、というわけで今回は ANA の787ダッシュ10のビジネスクラス搭乗レビューでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。